な感じの外側ですね、入ってます。でこれはじゃあこっちに置いて、でこれあの今ので直接書くと色が別の色と混ざりますよね。で混ざってあの表面が汚れるもんですから、あの箱の中にお米を入れといて、それで表面をこうきれいにするなんていう方もいらっしゃいます。で同じソフトパステルのお仲間で、ハーバーパステル社の商品を説明しますね。あ、ご紹介しますね。こんな感じの色です。これもとても美しい色ですよね。で、これ何がいいって、色数が多くて発色も美しいのに値段が安いんですよ。48色で3400円ぐらいなので、お子さんが使うのには結構手が出しやすいお値段かなというふうに思います。今ここの中に入っていたこんな風に使うんだよっていう取扱説明書みたいなのがありますね。で見てみると、直接塗る、線で塗るとか横にして塗るとか、これ全部出して大きい面で塗るとか、それをこの擦筆はあれ、こんな感じの擦筆セット、こする筆って書きますけど、擦筆セットみたいなのを買っていただいて、表面が汚れたらカッターでここ削って、新しい白いところを出して削ってもらう、こすってもらえれば大丈夫なのですが、まあ、大体色ごとにこうあったかい色とか冷たい色とか茶系の色とか、なんか青系の色とか、色ごとに擦筆分けておくとなおいいかもしれません。で、そうですね、直接書く方法と練り消しを使う方法、それからこれ粉を糊で固めてあるので、ハードの方がしっかり固まってます。ソフトの方が若干柔らかく固まっています。で、どっちみち粉なので、直接書いても、直接側って書いても、やっぱり粉は出るんですね。で、しっかり、本当にもう、擦れないくらいしっかり書いてしまうと、かなり色が薄くなってしまうと思うので、濃くそのまま置きたい場合には、それを書いたところを、吹きさチーフという定着剤、これパステル吹きさチーフって書いてありますけれども、これ草壁の商品ですね。コンテとか木炭なんかも、定着させるのですが、これはパステル専用のものになっています。そうですね。で、これをシューって拭いて、で、これ部屋の中でやらない方がいいです。換気がよく効いた部屋か、外でやった方がいいかと思います。なんて書いてあるかな？アトリエではお外に持ってってやってますね。これをシューって吹きつけると、この粉が定着します。で、定着したら、額に入れたりして飾るとか、プレゼントをするとかできます。で、そうですね。直接書く方法も良いけれども、こんな風にカッターで削って粉にして使うというのも OK です。これは、ここウォーターって書いてありますので、お水をつけた筆でこすってみてくださいって書いてありますね。これもぜひ実験してみてください。
カッターで簡単にパステルを削り、指で塗ることができます。柔らかい筆と水で表面の顔料を溶かし、元の絵を消すことなく違う風合いに変えることもできますって書いてあります。面白そうですね。こちらもぜひ試してみてください。ですね、一番大きなもの、これ72色の商品が一番大きいようですね。はい、こちらのハードパステルの方はとても硬くてですね、ちょっと高いところから落とすとパリーンって割れてしまいます。非常に割れやすいので気をつけてください。こういうカッターのね、粉にするときにこれをってやるとたくさん削れちゃうんですよ。たくさん大きいのでこうやって削れてしまいますので、逆にして、でこのこっちでこうやってシャッ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 って削ると細かい粉になります。 OK でしょうかね。今スポンジでやったので、別のものでやりましょうね。何がいいでしょうかね。よいしょ、よいしょ。これティッシュですね。ティッシュをやる場合には、指にこう巻きつけて、こんな感じで巻きつけていただいて、で指の腹の方で。こんな感じ見えますか？で、なんかね、今アトリエで紙紙って思って探してたら、こっちの表面ツルツルしてて、こっち和紙になってる紙が出てきて、あら、これ面白いわって思って持ってきたんですが、パステルで描くときに、普通の画用紙でもいいのですけれども、粉なもんですから、粉が、なんていうのかな、紙がデコボコしてると、その分こう内側に入ってるところでこうなんていうの、発色するんですよ。なもんです。